ウィズドローバンクノーツっていうのがあって、これ知らなかったんだけど、これを押して、あ、違う。これ全部。11？ あれ？ 13？ あれ？もっと。これ。そうすると、これ全部これ売れるのに、そうしないとバラバラになっちゃうんだよね。これ知らなくて。だこれも、2個だから。そうそう。こうやった方が、空きスロット、有効活用できる。なんだっけ。今、市長のとこに行きたいんだけど、ちょっと待って。ここなら、雑貨屋さんなら買ってくれるんじゃないか。どこで売れるか知らないかったやつか。と、これ。全部。セールオール。オールできないよ。あ、金増えた。めっちゃ増えた。やった。6000。よし。ちょっとずつ賢くなる。だから、銀行で、ウィズドローなんとかってしないと、バンクノートにすると、銀行の中に入ってるもののメモみたいな感じ。金利を売る感じ？まとめ売りできるわけ。そうしないと、これをオフにしてると、例えばこれ。これスタックできる分あるけど、そうなんじゃん。これ、バンクノートオンにすると、違う、もう、マックス。ん？マック、X。え？ X できないの？は？あ、ここでいいや、スタックするから。おかしいなぁ。あ、31、はい。あ、これで、これも全部。こんなんいくらでも手に入るから。でも62にしかなんねえんだ。やっぱなんだっけな。さっきのやつは、高いよね。パウダーとかいうやつ。OK。逆に言うとそうか、これなんか、売る価値がないか。でもいい、市長探しに行こう。場所わかんないんだよな。昼、丘を登ってどうとか言ってたな。すいません。オール。すいませんでした。まあ、とにかく、バンクノートっていうのを押すか押さないかで、権利書に変えるか、物は持ってるか、みたいな。さあ、わかんねえぜ。メイヤーの場所わかんねえ。マーケットを越えて、あそこ行ったことあると思うんだけど。まあいいや。それはまた別の話。今回はバンクノートの使い方。